はい、こちら、中には実際にセミナーの中で使われているものもございますが、いや本当にね、大体2時間ぐらい、最低でもいただくようなセミナーの、ごくごく、ちょっと一部だけご紹介させていただければと思います。よろしくお願いします。で、この変わりゆく電磁波環境とリスクという、この日本に住むなら知っておかなければならないことと、僕は思っております。はい。じゃあなんで僕がこういうふうな考えを持ってこの仕事をやっているかというところですよね。はい。ちなみにこの電磁波対策っていう仕事って聞いたことある方います？僕と出会う前。お、すごいですね、長谷川さん。はい。本当に、なかなかないと思うんですね。じゃあ僕がなんでこの仕事に出会ったかということをちょっとお伝えさせていただきたいと思います。はい、私、株式会社アルファの代表を務めさせていただいております。で、この電磁波対策事業につきましたのは2015年からですね。そして現在に至ります。もともと全く違うお仕事をしておりました。はい。で、会社自体も全く違うお仕事です。で、そんな環境が変わったんですね。その時に、家族や自身の、こちらに書いてありますが、この体調不良の経験から電磁波のこの問題を知ったんですね。じゃあどうやって知ったか。体調が悪くてお医者さんに行きました。で、原因を聞きました。そうすると、よく最終的に言われていたことがストレスですっていう言葉だったんですね。じゃあそのストレスって何だろう。かみさんもストレスって言われて薬をもらってきて、そのストレスって何だろう。やっぱり路頭に迷う時間だけが本当に多く過ぎました。で、答えが分からなかったんです。その時何をやってもこれをやってもどん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 症状が悪化するばっかり。もちろんもともと病弱なわけではございません。はい。僕も片頭痛、動悸、肩こり半端なかったです。妻に至っては手足のしびれとか、あと吐き気とか、頭痛、だるさ。行くところはもう本当呼吸困難とかになっちゃったんですよね。まだ20代です。なのに、そういうことが起こってしまった。で、お医者さん行ってもストレスと言われて何も改善してなかった。で、そんな時にですね、この電磁波という言葉を思い出して、そういえば何か言ってたなっていうのを思い出して、この測定というものがあるんですね。こちら。で、測定をしてもらったんです。実は私の兄が、こういうのをできる資格を持ってますって。で、お願いして、やったところ、数値が高いということが分かり、そして対策をしてみると、だんだんやっぱ前悩んでいたような症状っていうのはなくなってきたんですね。正直僕信じない人なんですよ、そういうの。はい、信じない人です。ですが、実際にやっぱりなくなってきた。そして僕もなんか体軽いなとかっていうのを感じ始めました。ひょっとしたらこれありなのかなってちょっと思ったんですね。そして僕はこの話をちょっとしっかり聞きたいなと思い習いに行きました。で、電車の帰り道ですね。僕がその時感じていたこと、思っていたことっていうのは、なんでこれをもっと胸を張って多くの人にしっかり伝えるという、もう専業的にやる人が少ないんだろう。これ絶対みんな知っといた方がいい情報なのにっていうことで、憤りをすごい感じてたんです。知ってさえいれば、あんな無駄な時間、無駄なお金払わずに済んだんですね。お医者さんとかにです。はい。それで僕はちょっと奮起しまして、もう誰もやらないんだったらうちの会社でやろうということで、全く違う業種です。その仕事をしていたんですが、そこに、もう僕はそこから離れてこれをやっていくっていうことで、これをやり始め、そして今ではもう事業転換しまして、こちらをメインとしてやっているということになります。はい、少し長くなりましたが、このような経験から僕はこの仕事をしています。なので多くの人に知っていただいて、こういう悩んでる時間ですね、そういうのがなくなるといいなと、はい、思っております。
そしてまあこちらですね、そうですね、普通に生活していては気づけないこと、そうですね、なかなか気づけないです。だってお医者さんが来ますもん、僕のところに。最近患者さんと同じような症状になっちゃったんですけど、これってデンジャー反応のせいですかねみたいな、特定してくださいっていうのもありました実際、うん、で、これですね、で、まあこれまで様々なオフィスのデンジャー対策とかもやりました。はい、いろんな会社さんやりましたね。あと建築会社さんにも行っていろいろお話しさせていただいたり、そしていろんな世代セミナーもやらせていただきました。はい、で、デジハ対策をした住宅というのもやっております。これどのメーカーさんでも基本できます。はい、あの上棟前、もしくはもう壁を内側ですね、内側の壁張る前とかでしたらまだギリギリ間に合うかなとですね。まあ、多岐にわたり、まあ、啓蒙活動とかいろいろさせていただきました。そして最近ではですね、こういう電磁波という環境の問題プラスやっぱりこの食っていうのは切っても切り離せないんですね。私たちこの環境のものとそして食から来るものこれらがこれ足し算ではなくて掛け算になってるんじゃないかなっていうのに気づき始めたんです。食だけ良くしても結局環境が悪ければよろしくないし、逆に環境を良くしても食が悪ければよろしくないし、じゃあこの両方がいい場合掛け算として良くなってくるっていうのを感じたんです。イメージしてください。私たちは金魚だと、そして金魚鉢の中、金魚鉢が私たちの住まいです。そして空気、これが水です。そこで私たちは住んでいます。そして栄養価の高い餌、そういったものを食べていると、すごい健康そうですよね。ただその水が濁っていたらどうですか。そして濁っていることに気づかない、そういう状態が今のこの住まいで起きているのではないかと僕はお伝えさせていただいております。その気づかないところがこの電磁波なんですね。なので私はこの割合的なこの空気というところですね、この割合の大きいものから対策していくことがより皆様の健康に、寄与できるのではないかと思って、日々活動させていただいております。はい、で、ちょっと注意事項ということでさせていただいているんですが、このパソコンを充電しながらですね、こちらもし今あの見てくださっている方でパソコン充電しながらの方がいらっしゃいましたら少し離れてください。充電しながらで、対策をしていないもの、アースをしていないものですと、すごい電波という無駄なエネルギーがめちゃくちゃ出ております。それが体に、負荷を与える要因の一つとなりますので、パソコンから少し離して、はい、接触を離すという意味で、参加していただければいいかなと思います。そしてもう一個、こちらですね。まあ、素直な心で、はい、受け止めてもらえたらなと思います。はい、僕も本当にいろいろ感じながら、最初聞いたときは感じました。そんなこと言われても、てんてんてんとか、そういうのはありました。で、まずこちらですね、電磁波から考えられるものというところで、こういうものが考えられるのではないでしょうか。まあ、最近では本当にこの技術革新、こちらがもう本当に目立ちますよね。はい、もう 4G もそうですし 5G もそうですし 6G もそうですし、いろんな話があります。そして、まあ、ただそれを使う使い方というところで機械同士が干渉してしまったりとか、そして、電気による火災ですね、こういうものが起こってしまったりとか、そしてまた電波障害というものが起こってしまったりとかっていうのはやっぱり今までは見てきました。ただこの上の健康障害、こちらに関してはなかなか注視してみる方は少なかったんです。なぜか私はこう思います。はるかに利便性が高かったからです。やっぱりはるかに利便性が高いものに対してそれのブレーキになる要素っていうところを正しく認識して伝えていかない、ただ騒ぐだけでは私はいけないと思うんですね。なのでもちろんこの技術革新素晴らしいものだと思います。私の考え方はあれやこれやダメダメ、ああだこうだではなくて、この電磁波ってこういう性質だよね、こうすればリスクが減りますよね、こういう話も出てますよね、だからこうした方が
利便性が損なわれず、私たちもリスク少なくないですか？こういう考えです。何でもかんでも対策をすればいいという方が中にはいます。私はそうじゃないんですね。ちゃんとその性質を理解して、必要なところをピンポイントでしっかり押さえてやっていく。これが私は大切だと思っております。そしてこちらですね、朝日新聞の購読者の方ですね、に以前、ちょっとアンケート調査を取った内容ですね。これは家電製品から発生する電磁波についてどのように意識されていますかというアンケートです。それ実際にこの年代別でこのようになっております。全体的に見ますと、影響を及ぼすと思っている層というのが約8割いるのに対して、実際私は対策をしてますという人が 6.2% しかいない。この 6.2% の方もどういう対策をされているのか不明ですが、ただここで注視していかなければならないのは、この差ですね。74.7% の方は迷える子羊状態なんです。何をどうしたらいいかわからないという状態なんです。がゆえに正しい知識でお伝えする私のようなこの仕事というのが大切なのではないかと、はい、私は思っております。そして、まあ内容もバーっとこういうふうにいろいろあるんですが、まあ全部はちょっと伝えれないのでご了承ください。まあただ、僕はまあここセミナーのゴールとなっておりますが、この話をしていく中ででもですね、ちょいちょい出していきます。それはこれです。正しく恐れる。何でもかんでも恐れる。怖い。ああだ、こうだ。ではなくて、正しく恐れましょうというところですね。まずそもそものこの電磁波の基本について少しだけお話しさせていただきたいと思います。こちらですね。電磁波の基本。まあこれは場というふうにしておりますが、まあもしくは回というふうにも言ったりもします。そもそもこの電磁波の基本というのはもう、この電磁波という言葉がそもそも答えなんですが、この電波と呼ばれるエネルギーと、この磁場と呼ばれるエネルギーが交互に絡み合って進む波なんですね。はい、これが周波数と言います。そしてこちら、この交互に絡み合って進む波、こう上がって下がって戻る、これを一周期っていうんですね。この一周期が1秒間に何回あるかで強さが変わり、エネルギーが変わります。私たちの電気というのは1秒間にこの一周期というのが50回あります。関西の方で言うと60回ですかね。なのでそのようなエネルギー体ですということです。じゃあ携帯電話はどのくらいですか？1秒間に8億回から25億回です。約。こういうエネルギー体です。こういうふうにいろいろその周波数によって性質なども変わってきます。そしてこの電波、磁場というものもそれぞれの性質、特徴がございます。それをしっかり理解せずしていろいろお話をちょっとされているというものもありますんでね、そこはちょっとご注意願えたらと思います。はい、要はこれですね、これ複合語だったということです。なんで電磁波カットの何々とかいろいろありますが、はい、僕としてはこういう細かいところまで見ていただけたらなと思います。そしてこれ電磁波クイズということで、まあ電磁波出てるものはどれでしょうというところですが、ちょっとここはまあ飛ばさせていただきますね。はい、おっ失礼、すいません。まあ、こちら、まあ、電磁波の基本ですね。先ほど言いましたこの電波というものとこの磁場というものの波というふうな複合語ということをお伝えさせていただきました。じゃあどういう状況下でこの電波磁場というのが発生するのかについてお伝えさせていただきます。この電波と呼ばれるもの、まず電気ですね。こちらでスイッチ入れない、そして
コンセントも挿さない。1番ですね。これだと発生しません。そして2番目。スイッチは入れません。ただコンセントに挿してます。ということはそこに電圧がかかっております。電圧がかかっているところには電波というエネルギーが発生しますので、こちら2番は電波というものだけ発生します。そして3番。スイッチをオンにします。そしてコンセントも入っております。なのでこちらは電圧もかかっており、スイッチをオンにすることで電気も流れる。そうです。電流ですね。が発生します。なので、この電波というもの、そして磁場というもの、両方発生するんですね。電圧があるところに電波があり、電気が流れているところに磁場というものが発生します。そして、それぞれ特徴がございます。この電波というものは、あらゆる物質の表面を伝わっていくということです。なので、先ほどお伝えさせていただきました。パソコン、充電しながらは離れてくださいというのはこういうことなんですね。そしてこの磁場というものは、多く電気が流れるところで発生します。ただ、例えばですね、コンセントに挿した線から、磁場が強く発生するかというと、そうそうないです。はい。よっぽどないです。はい。大きな、電気が流れるところですね。そういったものには気をつけましょうということです。そして磁場の性質については、あらゆる物質を貫通します。あらゆる物質を貫通します。ですから、発生源を特定し、そこから距離を取るということが適切な対応策となります。で、一番身近なのはですね、こちらの電圧がかかって発生する電波の方なんですね。はい。なので、まあこちら、せっかく測定器、これ電波の測定器なんですね。はい。で、これをちょっと、まあ使ってお伝えできたらと思います。で、実際に今僕が、この映って、このパソコンですね。このパソコン、いつもは対策しております。そして今対策のものを外しました。聞こえますかね？音が鳴ってるの。というふうに、対策をしないとこのように発生します。で、これらがあらゆる物質の表面を伝わるので、ちょっと本当は自分で自分のことをこう測ってもね、なかなかうまくいかないんですけど、こういうふうに上がるんですね。触ります。はい。こういう現象が起こります。これが体にストレスを与えるんですね。じゃあ、こういうふうにウィンウィンこうなっちゃってます。これ対策のものつけますね。はい、せーの、よいしょ。ここまで落ちます。離します。対策の外します。つけます。せーの、よいしょ。こんだけ違うわけです。このようにしっかり理解して、付き合うというのが大切なんですね。じゃあ今これ何をしたかというと、簡単です。アースを取ったんです。パソコンのアースをしっかり接続をしたと。ただ一つだけ問題があるんですね。日本家屋のちょっとした、残念なところなんですけども、すべてのところにアース線がつながっていない家屋もやっぱり多いのも事実なんです。なので、まあ、そういったところには、通常のコンセントをアース化するような一応対策の機械などもありますが、僕は今その対策の機械をこのパソコンに取り付けて、いつも仕事をしていると。で、じゃあこういったように、はい、今お伝えさせていただいたように、はい、こういうふうに、電気のところから発生する、私は妻はこの電波の影響で体が誤作動を起こしてしまっていたんですね、実は。なのでこれを、寝具、そしてリビング
のところに簡易的に対策するものがあるんです。今もそれをして寝ておりますが、それをするだけで本当に体に誤作動がなくなってきたというのを実感しています、はい、で、そんないろいろある中で、これだけ電磁波の種類っていうのはいっぱいあります。で、最近特に増えてきたのがこちらの携帯電話とこちらの家電製品と送電線ですよね。はい、この家電製品が増えてきたということは住まいの中にコンセントの数も増えてくる。コンセントの数も増えるということはそれだけそのコンセントまでの配線も増える。これを屋内配線と言います。建物の中の配線量が増える。それはコンセントに挿せばすぐ使えますよね。ってことはその配線すべてに電圧がかかっておりますよね。電圧がかかっているところからは何が発生するんでしょう。電磁波の電波というものが発生しております。そしてそれらは性質はどうでした。あらゆる物質の表面を伝わります。こういうことなんです。そして、日本海外この差というのもあります。まず一つ、ちょっと資料はここで出すことはちょっとできないので口頭で、さらっとお話しさせていただきますが、日本という国は海外と比べてもちろんシンプルに言います。土地が狭いですよね。一軒家、まあもちろん豪邸とか大きい方もいますが、基本的に海外より小さい住まいが多いはずです。そして電気、使っている電気、海外は125V とか200V とか250とかあります。そこで義務付けられているのはアースです。日本はアースの義務化はありません。同じ家電製品を使うにあたって電波はアースをすることで解決できます。そのアースが義務化でないと電波は出っ放し。そしてそのボルト数が低いということはそれだけアンペアを使わなければならないということはそれだけ磁場も強くなる。海外は同じ1000ワットを使うとして換算しましょう。日本の場合100です。100ボルトなので10アンペア必要です。かけて1000ですよね。海外の場合、例えば250だとします。250ボルトです。アースが義務化されてます。だから問題ありません。じゃあ何アンペア必要ですか。1000ワットのものを使うのに4アンペアです。半分以下です。さほど問題ありませんということなんですね。はい、ものすごくちょっと簡単にご説明しましたが、これだけ海外と日本の環境でいろいろ差が出ております。そして何より日本の文化として靴を脱ぎますよね。やっぱそういった文化などもいろいろ関わってきております。そしてまあこの数ある電磁波対策商品の考え方というところで、いや皆さんいろんなね問題を解決したいということで出されていると思います。はい、ただやっぱり消費者側がですね、やっぱりこのなんていうんですかね、分かりづらいものがやっぱり多いんですね。もう少しこの割合の大きいものから考えていただけると僕はいいのかなと思っております。これ学士さん、これ結構切り込みすぎですか。全然大丈夫ですよ。大丈夫ですか。全然大丈夫です。大丈夫ですか。はい、まあ、本当にいろいろあります。まあ、やっぱりこう、まあ、置くものとか貼るものとか塗るもの、いろいろ持ち歩くもの、身につけるものなどいろいろあると思うんですね。これはあくまで僕個人の考えですが、はい、まあ、これは僕の考え方です。まず電磁波のどの周波数帯を対策するものなのかな。そしてじゃあその周波数帯のどの電磁波なのかな。そしてどんな素材を用いてその対策をするのかな。そしてその素材を用いることでその電磁波がどのようになるのかな。やっぱこういったことをやっぱり考えたいんですよね。この電磁波カットとか電磁波シールド、良い電磁波などは要注意と僕は考えております。なぜか
だって電磁波ってどういう、何でしたっけ、複合語ですよね。ってことは電磁波カットって、電磁波って何をカットするんですかって僕は思っちゃうんです。電波ですか、それとも磁場ですか、何ですか、高周波ですか、低周波ですか。これ明確じゃないんですよ。僕はこういった風な考え方の人なので、はい、僕はこのように考えております。まあ、これですね、数ある中でもですね、まあ、この製品は素晴らしいです。この磁場というものを相殺する技術を持っています。さあ、これ出して大丈夫かな？大丈夫だと思います。はい。はい、ちょっと次いきます。はい。まあ、ホットカーペットなんかも電気をいっぱい使うので、磁場というのが強くやっぱり発生します。なので、先ほどのような対策で、された、ホットカーペットですね。まあ、こちらを使って、さらに電波というのは出っ放しなので、電波を対策するやつをかけてあげれば大丈夫かなと。はい、この電波対策商品なんかは、別個でですね、ちょっと購入する必要がございます。まあ、この 5G の対策商品、最近いろいろ言われてます。はい。本当にいろいろありますが、ただ、やっぱりこういうことなんですよね。うん。この電波の特徴を理解せずしてやっぱ販売しているのが目立つかなというふうに思います。はい、そして過度に恐れすぎている面もあるのかなと、うん、もちろんいろんなリスクはあります。で、いろんな研究者さんもいろんなことを研究されております。なので、全くもって、無害ですとは僕は言いません。はい、とあるロバート・ベッカーという博士は言いました。人工電磁波は全て有害であると。やっぱりそれも何かの根拠があっておっしゃっていると思うので、まだ人それぞれやっぱり影響は多岐にわたりますが、やっぱり白黒とか01で全てを考えてしまうのはいかがかなと思います。やっぱりこの携帯電話とかですね、やっぱこういったものもいろいろありますが、やっぱり先ほどのお話のように、しっかりと理解をした上で、はい、考えていただければと思います。こちらは雷ですね。なんでこれを出したか。やっぱりアーシング、アーシングって言ってコンセントにただぶっ刺すっていうものも中にはやっぱりあったりもするんですが、雷のこともやっぱ少しは考えてほしいかなと思います。はい、逆流ライトしてこう地中からこうやって電気が流れてきたりとかっていうのが本当にスーパーまれですがあったりもします。なのでこういったこともやっぱり考えるというのが大事じゃないかなと思います。で、これは実際に私が使ってるやつですね。はい。まあ、これですね。で、こんな住宅を建てることもできるんです。壁とか床、天井とかもいろんなところにですね、こういう対策のものを入れて、体に対して負荷のかからない、先ほどの測定器がウィンウィンならない空間、そして体に余計な電波のエネルギーが乗っかって負荷のかからない、むしろ、電気を抜いてくれる空間というのを作ることもできるんですね。なので、まあ、ここですね、特に重要なのは、まあ、こういったものをしっかり理解して、ただ電磁波カット、ああ、そうなの、ありがとうではなくて、まあ、こういったところまでしっかり考えるというのが大事です。どんな情報でもそうじゃないですか。どこどこの誰かがこう言っている。うん、そうか。じゃあ、その方に、じゃあ研究で支援のためのお金を出したのは誰ですか？とか。やっぱりその先までしっかり調べていくことが大事なんですよね。はい、もちろんいろんな方からの情報、信頼できる筋とかいろいろあるかもしれません。ただやっぱり一個一個しっかり、細かくですね、ものを見ていくというのがこれからの時代特に大切なのではないかと私は本当に思っております。